5の動画を今撮ってる、うんうんうん、いろいろ精力的に撮ってるんですけど、はい、私がカーシー博士に言われるのは、うん、ESFJ って言われて、はいはい、体調何でしたっけ。僕はまあいろいろ変わりますけどね。変わるけど XNTP ですかね、うん、おそらく、はい、NTP って言われる NTP だろうなって最近は思ってます。なるほど、うん、いいかいかはわからない。いいかいかはまあわからない X ですね、うんうんうん、で僕はカーシー博士のやつをやると、うん、ESFJ って言われて、うんうん、16タイプとか、うん、ソシオニクスみたいなのをやると、うん、外交感覚が色脳になる、うんうんうん、要は ESFP なのか、うんうんうん、ES、うん、ソシオニクス忘れたごめんなさい、はい、っていう、うん、カパって類型論だと、うんうん、この2つに分かなんていうんだろう、うんうんうん、16個に分かれて、はいはい、結構カパって分かれるんですよ、うん、分かれますね。うん、もう2極、こっちとこっちになるんですね。彼岸と死岸になるんですよ。はい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 、ただビッグファイブ今、うん、編集版では、はい、あの簡単に概要はビッグファイブってこうだよっていう話をして、はい、じゃあ、テストをやってみようっていうのを挙げたんですね。うんうんうん、で、はい、ただビッグファイブのタイプというか、はい、ビッグファイブは特性ですね。因子、うん、どの因子がを強く持ってるかとか、はい、まあ、どう体が反応するかですよね、うんうんうん、っていうのをやって、うん、今これが試験をやった、はい、結果です、うんうん、で、まあ、このテストは、まあ、皆さんやっていただいた方は分かると思うんですが、はい、この1問から10問まであって、はい、1が反対というか、はいはい、で5が賛成、うん、で3が0真ん中ですと、はい、賛成でも反対でもないっていうテストをお互いやりました、はい、そうした結果、うん、1問目2問目は経験の開放性なので、うん、下の表でいうところの5番目ですね、はい、ここ5番目、うん、隊長と私同じスコアでした、はいはい、で3問目4問目は堅実性なので、うん、下の表でいうと3番とこですね、ここ、うん、はい、で僕はプラス1、ね、自分の気持ちもあるじゃないですか。自分の気持ちというのはなんかこう堅実性、真面目に仕事をするかって言われれば、はい、まあ、真面目に仕事してるんですけど、はい、自分の中でこうサボりたい欲求がすごい強いから、はい、サボり傾向にチェックを入れてるみたいなあ、でも、うん、ここ僕は怠けがち、うん、僕も怠けがち、うん、だけど、うん、仕事があるときは、うん、って考えると、うん、なんかやらなきゃいけないことがあるとかだと、うん、怠けたいとは思わなくて、うん、で仕事がしたいの方が強いので、うん、3かなと思ったんです、うんうん、でその辺が、はい、怠けがちって言われると、はい、実際行動を見れば、はい、怠けないは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 い、はい、けど、はい、もう思考は怠けがちみたいなところでどっちなんだろうみたいな、これは迷うとこですよね、はい、なんでまあでもここは誤差か、お互い誤差だろうなとは思ってます、まあ、そうですね、はい、で5番目6問目、うん、一般的に信頼できる他人の欠点を探しがちだは、うんうん、僕は44なんです、はい、みんなも信頼、あ、これ多分ね、うん、前動画の中で一般的に信頼できるを、うんうん、僕は自分のことが信頼できると思ったんですけど、人のことなんですかね。下との対比でいくと他人の欠点を探しがちだの対比でいくと、うんうんうん、まあ、自分、僕はなんかこれ、うん、一般的に信頼できる、あ、俺信頼できるしなって、周りのことだとすると信頼できない、体調信頼できで、僕は周りのこともなんとなく信頼はしてる感じです、うん、僕は、まあ、真ん中ですよ。だから、あ、信頼もしてないし、うん、あの信頼できる人もいるしできない人もいる、そういうもんだみたいな。なるほど、うん、で他人の欠点を探しがちだわ、うん、体調は2って言うとそんなことないってことですね。欠点はまあ探さないって話ですよね。僕は探しがち、はいはいはい、なので僕0になるんですよ、うんうんうん、っていうところがこれ協調性になるのかなと、うんうん、というところで協調性はここですね。愛着分離、はい、うん、で体調は神話的が強い、うん、僕はなので0、うん、はい、で7問目8問目は、情緒の情動の安定性ですね。はい、体調はストレスに対応できて、うん、あまりくよくよしない、うん、僕はストレスは
対応できるのかな、できないかな、うん、でもすぐくよくよするゴーみたいなはいはい、はい、脳の自覚があります、うんうんうん、はい、なので僕は神経症傾向にあるなとは思います、うんうん、はい、で外に出かける社、うん、外交的だ、搬入価値だのお互いがブレーキを同じぐらい、はいはい、ブレーキアクセルを同じぐらい踏んでるって感じですねはい、はい、以上です、すいません、はい、というね、うん、なんかこの16タイプとかでやると、はい、パキって、うん、あっちとこっちってなるんですけど、うん、ビッグファイブをやってみると、うん、なんか意外に、うん、なんて言うんだろう、まあ、真ん中寄りというか真ん中寄り、うん、もうこの0のプラマイ、うんうん、まあそうですね、1とかですもんね、そうですね、うん、スコアが変わっても、まあ、2ぐらい、うん、2ぐらい、あ、まあこの僕が神経症傾向で、はい、体調が悪い言い方すると感情ドンマ、うん、はいはい、というところの開きは4あるんですけどね、4ありますって、それ以外はまあ、はい、もう意外に全然、うん、真ん中なので、この思うのはこの真ん中ぐらいのところで感情だとか思考だとか、うん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 、N は、はい、N は S は、 S はってやってる気がする、うんうん、なんで意外人って別にみんな同じぐらい、うん、このまあ心理学というかビッグファイブでもそうやって言ってますもんね、みんなほとんど真ん中辺に偏る、まあこのベルカーブの多いところに分布してるってことですね、うんうん、80% ぐらいの人が多分1マイナス1ぐらいにいるんじゃないですか、はい、で5個あって1個ぐらいは2とか言ったりする程度の違いしかない、はい、うん、なんか、うん、まあこうやって見ると意外に、うんうん、あ、僕って協調力、はいはい、共感力は低いんだねとか、うんうんうん、合わせるのにってとこですよね、そう合わせてるのにって、うん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 、っていうのはまあ同調してるだけ、うんうん、要はそれは、まあ、昨日もちょこっとライブでお話ししたんですけど、はい、要は僕はそのエニアグラムとかね、うんうん、あのみんなコントロールしようとしてるんだっていう言い方したんですけど、はい、それをなんか昨日帰りながら考えたんです、うんうんうん、要は昨日ライブに出ていただいたのが、うんうん、タイプ8だって自覚する男性の方に出ていただいて、はい、でタイプ8って、うん、まさしく自分が前に出て、うん、場をコントロールするじゃないですか、うんうん、まあ、支配、俺のやり方で、うん、で隊長は、うん、いや僕はコントロールしようとしませんと、その場を、ね、うん、ただやらないって言って、うん、まあコントロールしますけどね、しようとはしますけどね、はい、あのみんなコントロールしようとするって言ったから多分みんなに反応したんです、はい、なるほどごめんなさいでっていう話で、はい、で僕はその3人でね、はい、もしくは話をしているときに、うんうん、例えば8の人がね、うん、ガッてやろうとするじゃないですか、はいはいはい、ってやりたくなるわけですよね、8の人が、8の人が、うんうんうん、で隊長はそれが嫌だったら動かないわけじゃないですか、うん、動かない動かないっていうコントロールだと思ってるんですよ、うん、はいはいはい、で僕はどうしようとするかというと、うんうん、まあ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 って、うん、じゃあこの辺はね真ん中を取りましょうよ、うん、っていうやり方で、うん、僕は多分コントロールしようとするんですよ、うん、っていうなんかこの綱引きね、うん、面白いと思って、うんうん、でもエニアグラムとかのこうやって分けるとそうだけど、うんうん、ビッグファイブで見るとこのみんな同じぐらい、まあ、同じような感じでどちらかというとみたいな感じですよね、そう動かない抵抗をする、どちらかといえば動かない抵抗をするけど、はい、そう普段別に合わせてますし、そうですよね、場によってはねってコントロールしようとしますしっていうぐらいの差なんですよ多分、そうなんですよね多分、はい、やりたくなる時もあれば、うん、やらない時もある、やらない時もあるし、はい、まあコントロールしたい時もあるじゃないですか、ある、絶対にこれだろうって思ってる時とかね、そうそうそう、はい、そういう時はまあやっぱりコントロールしようとするじゃないですか、はいはい、どうやったらコントロールできるかとか考えますし、はいはい、この抵抗できない人にはもう何も言えないからもうとりあえず黙って、まあ、やり過ごしちゃえってそうですよね、うん、なんでまあそんな違いがないところで、はい、16タイプとかは、はいはいはい、そうやって違いを出してるんだねっていう、うんうんうん、まあ、そういう説明がされてますもんね、ビッグファイブでそういう説明というのは、心理学で、はい、まあ、要はこのバンと分けちゃうと、はい、合わないところがいっぱい出てくる、そうなんですよ本当外交代行だけでもうん、うん、だけど大体ほとんどの人は真ん中にいるからもう変わらないって話ですもんね、要はまあ 50% ぐらいのところに、うん、50% ぐらいのところにいるから、まあ両方とも持ってるみたいな、はい、両方とも持ってて若
干外向が強いとか若干内向が強いぐらいのところで、でそれをまあ場によってこれを出したりこれを出したりって、うんうん、で多分そういう内向外向の極端な人はいるって話ですからね。その 80% に属さない、はい、本当にああ超外向の人とかね、とか超内向の人みたいな、はい、でも引きこもりとか言っても、まあ、ほとんどの人は引きこもらないわけじゃないですかっていうとこなんでしょうね、うん、